二本目のマーチでは、メッチじゃないや、メッシではね、メッシでは、うん、やっぱりこの力、うん、ああいうスーパースターの、それがね、一日では、ああいうふうに成長しなかったという、そういうところ見ていただきました。そして最後はやっぱりチームワーク、うん、ワールドカップで優勝するようなチーム、ドイツ代表、そういうのを見ていただいて、これもね、またこれからサガン鳥栖の試合を見るときに、うん、そこをまたベースにして、見ていただくと、もっともっとサッカーが好きになって、いろんなことを興味持っていただいてね、サッカーを持つ力をもっと信じてもらえるんじゃないかというふうに、僕たちは考えています。それをこの実行委員長の菅原から、僕たちはその話を聞いて、今日、ついに実行することができました。本当にありがとうございます。そして、ありがとうございます。はい、このね、力が続く限り、来年以降も菅原すると言ってますんで、僕も魅力ながら、片頃もね、一緒になって、もちろん、このフットボールの世界、もっともっと来年、この会場を満員になるように、頑張ってまいりますんで、皆さんも、よければね、お声掛けいただいて、いただけると嬉しいです。そして、サガン鳥栖をもっとね、応援して、そしていつか本当にね、クラブワールドカップで優勝するようなチームにしましょう。ね、みんなが愛せるチームにしましょう。頑張ろうかな。はい。ということで、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。最後にね、まだ復調もしてますんで、まだまだ、野菜とかも赤字なので、はい、ぜひ買われてください。そして、グッズもまだありますから、ぜひお買い求めください。はい、最後に、スタッフが、サガン鳥栖のね、あれじゃ、なんていうんですか、サガン鳥栖のチーム身体発表会じゃないですけども、うん、ロビーでうちのスタッフが待ってますんで、ぜひ皆さん、通られて帰ってください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。